ました。猪熊の出番を待たずして三葉女子短大2回戦進出。この子が小次郎さんの言っていた大きな壁。熊の一本背を見れなかった。しょうがないから2回戦に期待しましょう。私ジュース買ってくるわ。どうでしょう斉藤さん、三つ葉の副将伊藤藤子の健闘ぶり素晴らしいですね。何しろリズム感がいい、そしてあの長身を生かした遠くから飛んでくる大内狩り、見事です。これもやはり猪熊マジックと言えるのではないでしょうか。猪熊やわらが後に控えているという安心感。私もワールドカップの時、猪熊が目の前で金メダルを取り、ずいぶん発奮させられました。いやー、なんといっても猪熊ですね。猪熊のこととなると顔が赤くなる斉藤さんであります。またバカ言わってください。今日はやわらちゃんの出番はないわね。藤子さん、よくやった藤子さん。花園さん、いけるぞ。君がこの調子なら優勝はいただきだ。そんなこと、強そうな人がいっぱいいるんだもの。私なんか、君にはこの花園香織がついてる。大丈夫だ花園さん。私の出足払いどうだった？うん、とってもかっこよかった。それに藤子さんの大内狩りもすごかったねえ藤子さん。いいからいいから。1回戦第5試合 B コート、テラス女子大学対黒百合女子体育大学。邪魔よ。トドさん。誰がトドよ。トドさん、久しぶりね。お久しぶりです。ほんと久しぶりにあんたと戦えるわ。2回戦でね。2回戦でトドさんチームと。見たいね。とりゃー、2年前の雪辱果たさずおくべきか。強い、それにしても強い。先方から副将まで全く振るわない精神女学館を率いて、危機迫る勢いで勝ち進む本阿弥。内股一本、準決勝進出。これで三葉女子短大が勝ち抜いてくれば、ついに久々の宿命のライバルの対決、猪熊対本阿弥の対戦が実現します。宿命のライバルの対決か。しかし柔らと戦う前に大仕事が待っとるぞ、さやかお嬢さんよ。ただいまより第2回戦第2試合、三葉女子短大対黒百合女子体育大の試合を行います。よし、もう一度やっつけちゃうぞ。何回もテレビに出れる。また痩せるぞ。さあ行かなくっちゃ藤子さん。でも今度の相手、昨年この大会準優勝の黒百合女子体育大、今年こそはの気迫十分です。トドさんが可愛く見える。本当だ。早くしないと終わっちゃうわよ。先方前へ。はーい。黒百合相手ではいくらなんでも一回戦のようには勝たせてくれまい。レイ始め。はいはい、カモンカモン。うい、さっきから掛け声ばっかりじゃない。ダメ、
ただって勝てっこないわよ。私は目立てばいいんだもん、ね、大丈夫？あんな投げ方しなくてもいいのに。はじめ！もう嫌よ、こんなに真っ赤になっちゃって。目立つ暇もなかったわ。あんたもう負けちゃったの？大丈夫マリリ。銃剣前。はあ、しっかり吉永さん。へへへ、ダイエットやめようかな。レイ、はじめ。簡単に組ませちゃダメ、吉永さん。逃げて、吉永さん。吉永さん。一本、それまで。よっしゃ、次の六本も叩き潰せ。行け、藤原。まずい。おほほほ、本当のお手並み拝見じゃな、のっぽの姉ちゃん。ダメ、今度こそ私絶対ダメ。もうや。三つ葉女子短大副長伊藤藤子くん。お父さん、ここここ。ひいふみ、運転手さん、細かいのあるかね。お父さん、お釣りなんかいいから早く早く。早くしないと試合が終わってしまうわ。まったくお父さんと来たらいつももた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 。領収書もらうの忘れた。さあ、三つ葉女子短大ピンチ。プロ入り女子体育大の先鋒藤原に3人抜きを食らい、副将伊藤藤子の登場です。はじめ。本当に柔道なんかやっとる。お父さん、早く止めて。あんな気の弱い子にこんな乱暴なスポーツ無理ですよ。止めるったってお前。東京になんか出すんじゃなかった。柔道なんかやらせるために十何年もバレエやらせてたんじゃありませんよ。藤子さん、棒立ちになっちゃダメ。この人強い。アンドゥトロワなんて言ってる暇ないわ。大丈夫、藤子さんならできる。アンドゥトロワよ。アンドゥトロワ、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 アンドゥトロワ。どうやら勝ったようだ。藤子が勝った。うそ、本当。その調子、その調子、ペタッパしてね。行け。そんな無理よ。前へ。あんなのただのノッポだ。もっと普通の人がいい。頑張れ藤子さん。一体誰が藤子をこんな目に。はじめ。うわうわ、行け藤子さん。そいつらただ思いだけだ。僕が手取り足取り教えたようにやれば勝てる。アンドゥトロワだ。手取り足取りだと。あ
だがうちの娘を柔道なんぞに引きずり込んだのは何ですか。アンドゥトロ嫁入り前の大事な体に傷でもついたらどうしてくれるんです。はあ、よくもトロ一本すごいかっこいい。うまい、実にうまい。お父様、お母様、私エビ天堂体育大学の花園薫と申します。んなことはどうでもいい。貴様、この責任どう取るつもりだ。責任とおっしゃられましても、私はまだ何も。さあ、試合の行方は分からなくなってきました。三つ葉女子の副将、伊藤藤子の活躍で、黒百合女子体育大のいよいよ中堅の登場です。いいか、大内狩りに気をつけろ。やっちまえ、エビ横。任せといて、お姉ちゃん。バルセロナ五輪に向けて、重量級期待のホープ、恐るべき双子の太田原姉妹、その妹、太田原美代子が中堅で登場。鬼みたい。はじめ。さすがに伊藤の大内刈りを警戒し、姿勢を低くしてかかる太田原妹。すごい力。うん、だりゃあ、このまま押さえ込め。驚くべき柔軟さですね、斉藤さん。これは宝ですよ。柔道の選手にとって体の柔らかさは何よりの宝です。ああ、藤子、そんなことのためにバレエをやらせてたんじゃないわ。どうしてくれるんだ。ですから僕らはまだそういう関係では。こんなくねくねと逃げ回るな。予想以上だ。予想以上に高くて分厚いぞ、この壁は。ついに副将同士の対決、太田原姉の登場。また同じ顔。おいおい、だけどこのまま行ったらまた猪熊柔らが見れねえぞ。そもそも柔らちゃん出てこい。そう、副将の伊藤の後には大将猪熊柔らが控えています。ここはどうしても伊藤を倒しておきたい黒百合女子体育大。始め。負けろ、ナッパラ姉ちゃん。クマを出せ。負けるとはなんだ。私の娘に向かってロッポの姉ちゃんじゃありません、藤子です。アン、ルーン、危ない。こぼれ投げ。伊藤、場外、待て。伊藤の大内刈り封じにこぼれ投げてきましたね、斉藤さん。なんとしても寝技に持ち込みたい大田原あれですね。猪熊さん、もうダメ。伊藤藤子快進撃。ついに全日本体重別選手権72キロ超級の覇者、東堂ゆきとの対戦だ。東堂さん、怖い。どうしよう。どうもこうも、勝っちゃえばこっちのもんよ。無理よ、絶対無理よ。大丈夫だって、藤子さんにはアンドゥトラーがあるんだもん。負けたって、あとにはヤラちゃんがいるんだし。ねえ、ヤワラちゃん、勝てる。藤子さんなら必ず勝てる。今の藤子さんの大内刈りは無敵よ。無理よ。
前へ。レイ。あんたなんかとっとと消えるがいいわ。私の相手はただ一人、猪熊柔。あんな怪獣みたいな人と藤子が。やめさせます。今度こそ絶対やめさせます。ああ、お母さん。あなたに、お母さんと呼ばれる覚えはございません。やめさせるなんて。動かないで。何をしよう。おやしなさい藤子。すごい、トドさんって重くて強い。このくねくねと逃げ回るな。決まった！伊藤藤子五輪抜き！やったー！いや、場外場外！伊藤が技を仕掛けた時、すでに足が場外へ出てきました。そんなバカな！今のは藤子の勝ちだ！マーカーさん、はしゃいでいる場合じゃないでしょ。そうだね。やめさせるんですよ母さん。確かに恐ろしいお打ち狩りだ。だがそんな一つ覚えがいつまでも通用するほど柔道は甘くない。今日の小打ち狩り、危ない。伊藤藤子、つま先一本でこらえる伊藤、すごいバランスだ。で、トロー。うわ、有効有効。今度の小打ち狩りでバランスを崩した伊藤、自主回生の大打ち狩り。ダメ、すぐ逃げて。あった、東堂有効は捉えたが、すかさず寝技に入る。回り込んで。逃げて藤子さん。行け東堂先輩。抑え込んじまえばこっちのもんよ。抑え込み。東堂がっちり決めた横四方固め。これではピクリとも動けない伊藤藤子。何、一体何をされてるの藤子。君やめたまえ。頼む、立ってくれ。10秒経過。藤子さん、諦めるな。動け。次は寝技も教え込まんといかんな。こりゃ腰をひねって上体を浮かせて。ついにあんたと戦えるわ猪熊柔。一本。伊藤藤子をついに破れる。さすがに重量級の王者東堂由紀、白帯に五輪抜きはさせません。それにしても伊藤、よくここまで戦いました。プロ入りの重戦車軍団相手の四輪抜きは大志君。場内からも拍手が巻き起こっています。よくやったな藤子。よくわからないけど、母さん。素晴らしい女性です。藤子さんは本当に素敵です。だって私たちの娘ですもの。そうだと思う。あれは私らの娘だ。お父さん、お母さん。だからといってまだ貴様を許した覚えはないぞ。ですから僕らはまだそういう関係では。ごめんなさい。何言ってるのよ、四人抜きよ。かっこよかった藤子さん。でももうダメよ藤子さん。やめちゃう、やっつけちゃってよ藤子さん。こんなに頑張ったんだから。心配ないわ、トドさんなんか猪熊さんの敵じゃないわ。ついに登場、三つ葉女子短大大将猪熊柔。ワールドカップ以来久々の公式戦出場。あの興奮が今またここによみがえります。出てきた猪熊。
猪熊やわ。やはら、ド派手に決めてくれたな、のっぽの姉ちゃん。どっこい主役はお前じゃ、やわら。前のようにはいかないわよ。あんたの一本背負いは研究し尽くしてんだからね。